計な詮索はいい。気絶させただけだ。二度はない。もう二度と教団に近づかないことだ。次はないぞ。メタルウルフ。そんなところでボケっと立っていられたら邪魔よ。
まだって言ってるでしょ。水葉先輩のことで落ち込んでるだなんて言うんじゃないわよね。はあ、柄じゃないのよ、あんたの場合。その方がいくらからしいと思うわ。邪魔よ。みなぎ先輩、お茶入れてあげたのよ。お茶よお茶。冴えない顔して、これでも飲んで頭シャッキリさせるといいわ。一度やってみたかったあれ、やってもいい？おかえりなさい。お風呂にする？それとも先にお食事？それとも、それとも、まず一杯やる？
このパスタランチセットがいい。それ、何？それを処分するの？それを手放してはダメ。それを後者の人間に手渡してはいけない。それを手にした以上、もう後戻りはできない。あなた、知っている。まだ今はその時ではない。あれ？私、今何してたのかしら？
全ての処置を完了しています。蘇るというのか。それは何とも、未知のファクターが多すぎて断言はできません。この女はプロトタイプが姿を変えたものなのか。正確にはプロトタイプの因子を部分的に継承したものです。うまいこと偽装されていましたがね。今回の偶発時がなければ見逃してましたよ。失われたプロトタイプがこんな形で隠されてたなんて。始まりましたよ、再組織化のプロセスが。この様子だと半日もすれば完全に個体としての機能を回復しそうです。まずいな、意識が戻れば暴れ出すかもしれん。いえ、彼女の肉体、脳の記憶領域を司る側頭葉部位に重度の損傷が確認されてます。代わりに人工的なモジュールをインプラントとして脳に接続しました。つまり記憶がまっさらな赤ん坊と一緒です。いえ、日常生活や言葉に支障はないはずですけど。でも彼女の人生は全てリセットされたも同然なんです。文字通り新しい存在として生まれ変わっているようなものですね。そうか、不憫な。プロトタイプの偽装に人間としてのペルソナを与えた後者のやり口こそ非難されるべきです。分かっていると。もあわいな女だ。今は眠るがいい。